どうもコロナのバカ野郎ってことで、いやもうマジでめっちゃテンション高い。いやいやもう無観客やねん、まあ、今日も、まあな、うん、ここにいたたくさんの笑顔たちを見れないだけでテンションが俺下がるわけよ。そうよね、ねえ、もう腹立ってしゃあないね。だからもう今日俺の場合お前頑張れ。いや、なんでお前も頑張れ。お前頑張れ。それはもう君たちがちゃんとしっかりできるのか見とくから。いや、お前どこの見とくやん。どこの見とくやん。そんな細かいこと言わないから、あのエマちゃんと里江さん頑張ってね、あの見てる人たちがちゃんとあなたたちの活躍見てますから。楽しい。それリハーサルでやってくれ。今じゃない。今じゃない。いやでも無観客でね。いやいや、今日もたくさんの仲間たちが芸人来てくれましたけど、そうね、なんかね、楽屋でも死んでたよ。あの里江さん、お客さんやっぱ欲しいですねっていうのをたくさん聞きましたよ。で前に出た和光に関しては客がいないんだ出ないですって。あ、言われましたよね。ただ和光は客が入るようになっても出しませんよ。そんな偉そうなことを言うんであればっていう話なんですよね。何も聞いてない。今ちゃん、はい、さあ今日も素敵な衣装で知ってます。いや衣装よりもさ、髪色変わったことに気づいてほしいんだよね。いやいやいや、やっぱ分かってないな。女心。お前そんなことな、女心分かるやつとやり取りせえや。女心分からんやつに求めんな、そんなこと。だからお前どっちも彼女おらんねんから。いや納得すなよ。分かるでしょ。でも髪型変わりましたね。今さら変わったよ。いや会った時に言ってほしかった。おはようございますの段階で言ってほしかった。これは小声で言ってたけど。いやいや、声張ってるよ。正しいやん。いや、違う、違うね。違うね。違うのよ。あの、そのエマちゃんからしたら、髪型を変えたの気づけやって言うかもしんないけど、それを、俺なんかが、あ、髪型変わったよねとかいう話したら、なんか気持ち悪いじゃないですか。嬉しいよ。いや、でもその2枚目の人が言うのと、まあ、正直そんなさ、セリフ言えないから。生ゴミみたいなやつが言うのかな。おいおいおい、誰が生ゴミやる。わしは臭いんか。いや、それが例えばね、前髪3ミリ切ったって言ってきたらそれはきしょいよ。きしょいけど、変わりすぎじゃん。ま、いや、でも、まあ、そうそうそう、前回どんなやったっけ。めっちゃ白だった。変わったよ。そうそう。あと、マイコン、違う、気づいてほしいのが、うん、右手の中指のネイルだけ折れてんの。いやもう、うん、もう多分ね、見てる人絶対気づかんわ。もう全部俺に LINE で送ってこい。変化こうしましたよっていう。もう探させんな、こんな変わりを。気づいてほしい。41の男無理や。キャッツに頼め。気づいたからこれ。中指の入れとるけど。今日デブキャッツとトイレとタクヤに頼めよ。そんな女心ってメンバー女やん。分からんわ、そんなもん。もうなんかね、もう反応もなあるのかないのか分からんし。そうそう、もう見てると芸人やし、ね、ここで。そんな言うなよ。シビアだよ。結構ね、判定シビアだからここ。お前そんな、もうなんか審査されてるから。俺も今ガチガチだってね、ガチガチだって。ええー、ね。まあでも今日もたくさんね、なんか新規の芸人さん、そうそうそう、いるんですよ。うん、そうそうそう。今日はあの、あれですね、毎回開けましょう。はい、誰が出るんですか、今日は。今日は、はい、まず一人目、初登場。初登場、ロック杉本さん。なんとあの、あのってそんな人さ、って言うやりづらいから。あのロック杉本さん、そう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 、ロック杉本さんが初登場で、はい、初登場は今回杉本さん、ロック杉本さん、ロック杉本さんで、次がまあタクアンボーイさん。はい、ね、まあタクアンボーイは、ね、めちゃめちゃ女の顔してる。そうそうそう、もうちょっと なんかね、うん、もう慣れすぎたのもあるし、うん、毎回毎回エマちゃんが反応が違うのがやっぱ見ててムカつくし。で3組目が風天で、はい、で次がいや早いな。なんだよ、風天だけそんな早いの。なんか言ってくれや。もうちょっとね、男前2人組とかね。いやそんなあるか。まあ、もうちょっとしんどいわ。そんなあるかも言いたくないぐらいお前めっちゃ小声で言ってた。そんなあるか。うん、無理よ、うん、無理。次っていい？もういいよ、長いよ風天。そうだね、長いよ、うん、で次が、まあ、2回目スイレンさん。スイレンさん面白かったもんね。面白かった、ね、そう、いや行け、違う、原宿のスイパラ行ったのいなかったからね。あら、じゃあ嘘や、嘘や、最後の告知で原宿の竹下通りの言ってたな、あそこ曲がっていつもいますって言ってたのに、この前からいなかったからね。おい、ねえじゃんって思って。まあ、じゃあその怒りは今日絡みで絡みでね、絡んだ時に全部見つけましょう。しっかりぶつけて、ちゃんと準備してきた。直球でね。あの、スイレの髪茶色のやついるやん、うん、あれ今日ぶん殴っていた。あいつだけグーでガツンやりますもん。ピラノコわかる。そうそう、僕はそれ見て笑いたいです。で、最後が安定ね、キャッツ。キャッ
ちなみにね、もうこの番組はね、もう本当キャッツで成り立った本当にそうじゃあちょっと今日判定シビアめで見ようか、みんなで なんでそんな、いやいやいやそうそう、もっとさ、フランクに行こう、いやいや、そんな、ラフにそんな目にしたら、次俺らもさ、うん、俺ら前にネタやるからいいとかじゃないですかね、うん、こう言葉出てこないんだから大丈夫そう、うん、大丈夫大丈夫そう、もうみたいな感じで、今回も5組のね、芸人さんが出てくれるわけですよ、はいはい、ね、この番組も本当にどれだけの人が期待して見てるのかわからないですけど ねこの時間帯裏ではあのフジテレビでグランドスラムやってる、そうみんなそっち見るよ、そう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 ね、本当に我々も頑張って負けないようにね、うん、負けるかもしれないですけど、うん、負ける確率高いと思うので、はい、ちょっと頑張ってね頑張っていきましょう、はい、仮にもアイドルいるんで負けるとか言わないで、仮にもね、仮にも忘れてるでしょアイドルだから、エマさん今日機嫌悪いよね、機嫌悪くないよもう今の言い方もなんかマジで殴られるのかなみたいな、圧すごいよ、今日どうしたの、どうしたの、あの日、今日あの日か、違う、おい、いや、あの日かってこの時間、いやないさ、もう風天がやってる番組だからこれぐらいせいよ、何4日前、いや、4日前に終わったとか言うな、綺麗にハマってるやん、そこアイドルだからやめてのとこや、アイドルどこも、もう遅い遅い、いいよ、でも今日機嫌悪いなと思う、機嫌悪くないよ楽屋入った時から、そう、なんか怖かったみたいな、なんか怖かったな、うん、バレンタインとチョコも、あ、そう、そうチョコレートありがとうなんですけど、チョコレートの渡し方がもうバレンタインにね、うん、女の子からチョコレートもらって嬉しいんですよ、ね、買ってきてくれたのは感謝ですけど、チョコでもらえるわみたいな、嬉しいと思うけど、投げか、なんかこれ渡し方よ、違う違う違う、誇張しすぎ、誇張しすぎだって、いやいやいや、あれ聞いたの、違う、で女やってきた女人生でやってきました21年間やってきたんですけどあれ好感度上がる渡し方じゃないですか、いや違う違う違う、ちょっと音が鳴っちゃっただけで、ちゃんとそっちみんなの真ん中に置こうと思ってこうやってはいって置いただけで、いやいや何人か芸人見てたから、そう今日何人か芸人見てたから、あの後で答えさせる、俺ら嘘ついてないから、いテレビだからといって嘘つくのやめてよ、これちょっと大丈夫大丈夫、後で一人ずつ呼び出すからいやそれも怖いな、ちなみにさみたいな、ちなみにさ、そうそう、でもチョコレート嬉しかった、嬉しかったね、ちゃんといろんな種類でね、わざわざね、買ってきてくれたおかげで、そうそう、わざわざそのメンバーと一緒にわざわざ駅周りいっぱいいっぱい歩いて、最終的にもうコンビニでよくねって、いや、コンビニでよくねえわ、いらんわその思いが、いや、ちゃんと駅ブルとかも行ったの、チョコミニ、なんかルミネとかあったでしょ、あ、行った行った、行ったよね、行ったけどコンビニでよくないか買ってもたよ、いやなんか俺らが顔浮かんだ時にあんな奴らに高いチョコレートが違う違う違う買ってたまるか、たくあん浮かんでキャッツ浮かんでそこまでルミネやねん、あ、じゃあでも待って、うん、ほんならあれやんか、たくあんの分だけルミネで活性化確率高いよ、でもなこう最後にお前いや俺笑ってるやん、俺当たったで、たくあんおいどないなっとんねんこの差別はよ、え今日飛ばすねいや今日おかしいな、たくちゃん余りもんだったからね、ちなみに後から来たから余りもんもらってるからね、いやそこでもたくあんをね、余りもんちょっと悲しいよね、こんだけたくあんで女見せるやつがチョコレート余りもんかいって話だよ、だってみんなが先に取ったから1個しか余ってないじゃん、いやでもみんな美味しいって食べてましたよ、うん、食べて、お前よかったな、なんかバレンタイン誰にももらわれへんとか言うてたもんな、いやそれね、ほんとコロナのせいなのよいやコロナ禍でもう14日誰にも会えんかったから、もう全然もらえなかったの、いやいやいや、でも全部コロナのせい、腹立ってた、コロナがなかったらもらってるみたいな言い方やめる、いや去年とかすごかったよ、去年なんか俺にも同じようなこと言ってたよ、チョコレートもらわれんね、うん、去年何個やねん、ゼロかも、そうやろ何の嘘やねん、大丈夫、エマと一緒に仕事してるうちは毎年もらえるから、1個は1個はね、1個はみんなもらえる、だから1個カウントせえ、もらった女性からもらったよ、サトシ俺1個もらった、もうこの話終わり見えないからさそろそろさ、いやいや、あの、じゃあ、じゃあね、今じゃこの話終わらないの分かってんだけど、まだ時間あるからと思って、こっちも調査してもう見たい、もう見たい、楽しみにしてるから、はい、そうです ね、じゃあ行きましょうか、ということで早速ね、うん、3組続けてロック杉本さん、タカンボーイ、風天で、はい、はい、お願いします、どうぞお願いします、ショートコント。さあ、梅の球。ピッチャー投げた。ロックマン打った。入るか。入るか。
今日はこういった感じでいろいろなロックマンホニャララを用意してきましたので、それが何なのかタイトルを皆さん当ててみてください。それではいきましょう。第1問、ロックマンってかっこいいよね。バカお前全身青だぞ、出せよ。いやその腕のやつもかっこいいし、出せってお前左手使えねえんだよ。いやロックマンは世界に羽ばたくべき存在なんだって。お前ふざけんなよ。はい、これがロックまんざらでもないです。意外と載せられやすかったですね。いきましょう、第2問。いやあれ新作のカップ麺出てんじゃん。え300円高えな。ちょ300円も高えな、どうしよっかな。買おっかな、やめよっかな、どうしよっかな。買おっかな、やめよ。あ、まず初めてなんです、初めてなんです。はい、これがロック万引き常習犯です。初犯ではなかったんですね。初犯の人はわざわざ初めてですって言いませんから。いきましょう、第3問。俺たちバンド始めるからには何か個性が欲しいんだよな。あ、じゃあさ、あの全員青いコスチュームにするっていうのはいいね。チームカラー大事だね。あ、じゃあさ、あのテンション上がったらお客さん撃っちゃうっていうのはいいね、過激派だね。でもさ、もうちょっと斜め上の個性欲しいんだよな。斜め上の個性が、斜め上の、あ、じゃあさ、あの全員狼のマスクかぶる。はい、これがロックマンウィザーミッションです。過激派でしたね。さあ、それではいきましょう、続いて第4問。え、4問目です。そうです、こういうの大事にしたいんで、5、3じゃない、4、4、4か、3、1、あ、まあ、もうわけわかんない。はい、これがロック満身創痍です。ちょっとだけ難しかったですかね。しかし、最後の問題、サービス問題です。当ててみてください。このロックマン10周年記念に発売されたお菓子、うめえな。シャレが効いてるよな。ロックマン10周年、うまいな。いくらでも食えちゃうな。うまい、うまはい、これがロックマン性閉塞性肺疾患です。皆さん、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。以上、ロック杉本、ロックマンナでした。ありがとうございました。死にません。
あなたが好きだから、僕が幸せにしますから。めっちゃ棒読みだな。何考えてんだよ、まったく。あぶねえ。おい、またかよ、おい。 I won't die, I won't die because I like you. I won't die, I'll make you happy. 外人ならちょっと見てられるな。ネトフリ見てんのかと思ったわ。あぶねえ。おいおいおい。ユータに見せてやろう。あぶねえ。おい、早いぞ。おい、またかよ。お父さんは死にません。お父さんは死にません。あなたが好きだから。ちょっと待って親父、何やってんの。え、再婚することになったじゃねえよ。どこで報告してんだよ。あぶねえな、親殺すとこだったよ。あぶねえ。おい、またかよ。すいません、すいませんでした。お、告白せんのかい。普通か、それが普通か。あぶねえ。おいおいおい、なんだよ、おい、どけ。僕はお茶漬けに入ってるあられは長ん細いのしか食べられません。石殺しやがったな。あぶねえな。あぶねえ。おいおいおい、家の前だぞ、何やってんだ。おい、僕は死にません、僕は死にません。わかりました。あなたがやっぱり言えねえ。言えよ、命かけてやってんだろ。俺にも迷惑かけてんだから言えよ。あなたが好きだから。まあ、いいもん見れたか。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。低いね、うん。僕がサトシでね、はいはい、こっちがタツアイで我々風天でやってますけどね。まあまあよろしくお願いしますということで。サトシ君、ちょっとね、お客さんはいないけど画面の奥には見てる人いるかもしれない。まあ見てくれてるんじゃないですか。ちょっと一言言いたい。一言言いたい。まあじゃあ何言うか分からんけど、一言言ったらいい。パカピオ。わけ分からんことすな。なんやそのパカピオって、お前。お前がやり続けて一回も受けたことないギャグやないか。でしかももう負け出てるから、そんなのに時間あのかからんといてくれ、つかんといてくれ。そうそう、だからもう俺ね、もうやりきったから、もう満足、もうこれで満足。じゃあ今日はあの見てる人とあの一緒に俺の話聞いてくれ。おお、そうそう、もう満足してるからいい。そうそう、まあってのもな、俺今もう40やね、うん。どうした。でやっぱこう運動不足も気になるし、やっぱ健康とかも気になってくる、ね。だからな、もう俺自分の人生でもう二度とないんちゃうかってぐらい決意したことあんねん。これやり続けようって決意したことがあんねん。お前もしかして、あ、分かったん、話聞いただけで。おう、ないね、言うてみよう。パカピオかやるか。パカピオはやらんやろ、お前。健康で関係ないしやな、お前。運動不足も解消せんやろ、パカピオ。ああ、違う、ランニングや。ランニングランニングをしようと思ってんねん。そうそうそう。でな、まあ、あのランニングするって言っても、お前、だから三日坊主でやめたらあかんやん。まあね。そうそう、だからこうね、テンションをあの上げるために、やめないために、自分に買い物3つよ、あの買い物しようかなと思って。3つ買い物しようとしたら。そうそうそう。あ、マヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ。なんでマヨネーズやねん。走ってる時に3本のマヨネーズどうやって使うの。いや、走ってたらカロリー消費するから、1本目、2本目、3本目でも戻さんといかん。死ぬわ。走ってる時マヨネーズ3本買うラッパーの店は死ぬわ、お前。殺すな、お前。なあ、不健康やないか、お前。やっぱカロリーはね、大事だから。ジャージやねん。ジャージ。そう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 。やっぱジャージ着て走ってテンション上げたいね、うん。そうそうそう。でもさ、お前いつもスウェット着てるからさ、上下スウェットとかでもいいんじゃない。まあまあ上下スウェットでもいいけど、俺はジャージ派やねん。あ、ジャージ派。そうそうそう。でもほら、俺らみたいなの走ってたら暑くなるじゃん、うん。だから T シャツ短パンとかでもいいと思うけど。まあまあそれもいいけど、やっぱ俺テンション上げたいから。テンション上げたい。そうそうそう。だったらセーラー服にしな。何のテンションやねん、おい。何のセーラー服で何のテンション上げんの、お前。
なあ、セーラー服着ててテンション上げたらヤバいやつやないかお前。なあ、ジャージでええねん。ジャージでいいよ。そうそうそう。おねこ走ってたら汗出るやん。汗出るな。そう、その時に使うのがタオルや。あ、バスタオル。いや、長いわお前な。バスタオル走ってる時に邪魔になってしゃあないやんか。でもお前体でかいからさ、もうこうやって拭いて、こうやって拭いて、こうやって。いやいや、風呂上がりかお前な。俺風呂入ってないねん。お前風呂入ってない。入っとるわお前。言いながらマイク直すなお前。入っとるわ風呂お前。じゃね、走ってる時にバスタオルなんか邪魔になるやろ言ってね。フェイスタオルや。あ、だったらこういうことや。なんで股間隠すねんお前。俺風呂入ってない言うてんねんお前。お前風呂入ってない。入っとるわ。不潔にすなお前。だからフェイスタオルで股間を、いやいや鼻つまむなお前。俺臭いんかお前。何の匂いすんの。生ゴミみたいな。ごめん。生ゴミみたいな匂いするような気がするな。でやとこ香水つけとるわ。ごめんな、ファブリーズ忘れてた。侍やぞ、侍やぞ、お前。たまにウルトラマリア。時間ないねん、こんなんいらんねん、もう。なあ、いやいや、だから、フェイスタオルやねん、汗拭くの。ほんで、走ってる時に一番大事なのが、運動、靴や、靴。わかるやろ？そうそう。ハイヒールや。なんでハイヒールやの、お前。おい。ハイヒールなんか、お前、走る時コツコツして怪我するやないか。いやいや、真っ赤のやつだよ。いやいや、もう、形やねん。色なんかどうでもいい。形がおかしいの。いや、形やったらちゃんとリボンついてるから。いや、リボン付きのハイヒールおかしいやないか。そんなんで走れるか。いや、お前、さっきから聞いてたらなんなん。セーラー服着て、フェイスタオルで股間隠して、しかもリボン付きのハイヒール、お前、過去どななっとんねん、お前。ド変態やないか、お前。そんな格好で走ってたに、おまわりさん来て職質されるで、俺なんて言うたらええねん。なんでやねん。なんでやねん。向こうが正しいやろお前。そんなやつ俺でも処理するわ。向こうが正しいねん。こうやって頑張んねん俺は。ごめんな。痩せんねん。頑張って痩せるサトシに一言言わせてくれ。なんて言うねん。風呂は入った方がいい。いや入っとんねん、もうええわ。ありがとうございました。いいのね。はいはい。なんか変な感じじゃん。いや違う違う、一回履けんのかと思ったらさ、いいのいいの。じゃあね、もうほら裏で、ま、もう押してるっていうのが聞いたから、もうやる前に押してます押してます言われたら、いやいやパニクるよ。いやいや、もう空回り空回り。そう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 。今の怖いやつみたいになってんじゃん。いやいや、まあでもね、時間はピシッと決めないといけないから。そうですね。いつもだらだらやっちゃう。待ちでやりましたけど。せっかくの3人。なんて言った？もう、ま、巻きで焼いたら噛むわ。せっかくなんでちょっとね、出てもらった芸人さん呼んでこうかな。はい、お願いします。ちょっとお願いします。ロックです、下げてください。はい、あ、どうもありがとうございます。ロックスです。はい、よかった。よかった。じゃあ、そのまま帰りましょう。巻きすぎじゃないですか。よかった、よかったぞ。巻きすぎません。クイックマンですか。もう、4、6番頑張ってたから。頑張ったんですよ。いや、もう、ドカンドカン受けてたしね。全芸人がもう、こんなネタやりたいなと思ったはずや。絶対そのです。溢れますから。溢れすぐ溢れますから。ネタの最後めっちゃ難しかった。難しかったね。なんだろう。いやでも今日初めてということで。緊張した。いやめちゃくちゃ緊張しましたよ。ええでこんなあのここで緊張するんですよ。しかも初めての会場で、でこっちで着替えたら、ロックバスター壊れてんすよなんか。壊れてんすよロックバスターの先端。なんかバッ。ああ。雑なんですよ。商売道具ですよこっちは。ああほら。もろいっすからこっち。大丈夫大丈夫、後でしばかれる。お願いします。後でしばかれる。でもこれあの、ね、また出てほしいな。よかった、うん、これでよかった。え、今から大爆笑してたもん。でもここで一人の大爆笑して、時間見るの忘れてたからね。それで時間見るの忘れてたから、俺らの時にはいやってはいやって。そうなのよ。これはね、申し訳ない。もうちょっとゆったりネタをね、やらせてあげたいですけど、やっぱこう番組の時間があるから。ぜひね、また出てもらいたいなと思います。よろしくお願いします。ロック杉本さんでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。じゃあ、たくあんくん。たくあん。たくあんくん。どうもありがとうございます。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 たくあんくんね、今日もあの、好き勝手喋ってください。はい、好き勝手喋ってください。今日、駅員さんじゃなかったから。駅員じゃなかったんですけども、はい。今日はね、ちょっとトラック運転手。まあね、そう、まあしっかりしたネタですよ。いやいや、ね、本当に遅刻さえしてこなかったら立派だなって。いや、申し訳ないです。褒めたいんですけど。バラさないであげて。いい感染も本当に、ベテラン芸人のような立ち振る舞いで。いやいや、本当にそれはもう申し訳ないです。僕はびっくりしましたね。すいません。あの、反省してます。そうでしょう。本当に反省をしております。楽しく、楽屋でやってくれてる。大事な時間だね。はい、ちょっとね、はい、知ってる方もいるかもしれないですけど、うん、エマちゃんがね、ちょっとこの間まで、ね、まあ、いろいろあって入院されてたじゃないですか、ね、はい、で、その時にじゃあ応援のメッセージを送ろうということで、サトシさんが LINE いただいたんですよ。で、まあ、いろいろ何しようかな考えてたら、うん、サトシさんがなんか、たくあんの気持ちっていう詩を書いてあって、こん
な気持ちの、なん気持ちじゃない、文書の LINE 送ってきたんです。送ったね。で、このやつを、まあ、曲をエマちゃんに作ってもらって、はい、ちょっと待って、それ C、はい、ここで発表するの、はい、やめて、生放送やで、お前の、いや、映画にして、お前、話下ネタばっかりやないかい、あの彼やお違う、まあ、で、あエマちゃん、愛としてエマちゃんみたいなことで、いろいろ、まあ、そういった、あのエマちゃんへの愛、僕からの愛の気持ちを書いてあったんですけど、多分ね、ここフィルター通して、サトシの気持ちがいってると思う。そうです、そうです、で、本当そうなんです。その言った通りで、サトシはついに諦めて、僕を通じてエマちゃんと恋しようとして、もう、つい僕を使って恋をしようとしてます、サトシさんは。あとで3分くれ、はい、3分あれば十分。もうわけわかんなくなってきました、もうちょっとわけわからん状態で生きてきて、生きてきて。とりあえず、あとでその件を出してきて、よかった、よかった、また次回もお願いします。はい、100はポイントでした、ありがとうございます。ということでね、後半芸人さん、スーレンキャッツ前に、そう、もう風景はいいや、もう時間がね、CM を入れていこうと思います。お願いします。終わったらね、はい、どうぞ。これ終わってる。森です、イレンです、お願いします。あーすいませんね、いきなりなんですけど、いきなりちょっと番犬買おうかなと思いまして。いきなりですね、うん、番犬買いたいの。そう、なんで、ね、というのもさ、うん、なんかこう最近不審者絡みのなんか事件みたいなめちゃくちゃ多いじゃん、うん、あ、まあ確かにね。あ、でちょっと不審者に絡まれたらどうしようかなと。大丈夫だよ。え、いや、この感じのやつあんま絡まれないだろう。え、うん、そうかな。怖いね、なんかボケってたやつ。これやだよ、もう大丈夫だよ。でも俺は飼ったことない、犬を。おー、でも三森さんは飼ったことあるでしょ。まあ、ありますよ。あ、だからちょっといろいろ今日聞きたいなと思って。おー、まあ、番犬飼いたいんでしょ。そう。あ、じゃあまあまあ大型犬じゃない。あ、大型犬ね。うん、まあドーベルマンとかさ。あ、ドーベルマンな。うん、あとチワワとかね。うん、まあまあ、あのゴールデンレトリバー。あ、ゴールデンレトリバーね。あのパグとかもな。うん、まあ、あとシベリアンハスキー。シベリアンハスキーな、うん、あのマルチーズとかどう思う。小型犬飼おうとしてる。もう、もうチワワ、パグ、マルチーズ、全部小型犬だろ、お前。ああ。いや、番犬になんないからあんな弱くて怖くないじゃん、だって。いやいや、ちょっとよくよく考えて。あ？チワワがさ、うん、30匹くらい三森さんに襲いかかってきたらどう思う？怖いよ。怖いよね。チワワ30匹に囲まれたら。そうだよね。いや、30匹飼えないじゃん、お前。え？ 1 匹しか飼えないだろ、財力的に。ああ、そうか。うん。いや、確かに、俺この前ペットショップ行ったんだけどさ。行ったのかよ。じゃあ今のやる気何だったんだもん。ああ、そうか。うん。でもペットショップ行ったの初めてだったのよ。初めて、めっちゃ欲しいな。で、会見もわかんなければ、うち、ん、から何が行われたか知らなかったのよ。いや、そんなやついる？で、初めてだから、どんなのかわかんないから、俺一軒一軒回って行ったのよ。めちゃくちゃ時間かかるよ。一軒一軒こう回ってってさ。いや、めんどくさいわ。全部行ったの、こう。居酒屋ばっか行ってないお前。なあ、のれんくぐって行ったの。いっぱい飲んでたのか。こう行ってさ。聞こえてんじゃねえか。こう行った。二杯目行ってよ、お前。お前、めちゃくちゃ飲んでるけど大丈夫？
おい、無理すんな、酔えんだから。血取りやしなって言うの。酔っ払ってんじゃねえか。酔っ払ってないから。酔っ払いのセリフだよ、これ。俺、これは。いや、もう、ろれつ回ってないですよ、こいつ。もう、吐いてるわ。最悪ですわ、これ。すっきりした。すっきりしたじゃねえよ、お前。家帰れ。もう大丈夫だから。冷静になってるよ。吐いて冷静になるタイプ。いるけど。で、実際にめちゃくちゃついたのよ。あ、ついたのね。あ、で、入ってったのな。コースは入ってった。田舎屋だろ、それ。のれんくぐってんだから。入ってったら、めちゃくちゃ動物がいたのよ。ペットショップでしたわ。のれんの珍しいタイプね。お目当ての小型犬もいたのよ。お目当ての小型犬って言ってるね。いたのよ。番犬飼う気ないじゃん。でもこんだけいたらさ、なんかこの中から一匹選ぶっていうのもちょっと難しい話じゃん。知らねえ。どうしようかなと思って、どれにしようか。嘘だろ、おい。神様の言う通り。それで決めたの。これでは決まってなくて。決まってないの、ね、鉄砲撃って、バンバンバン。あんま動物にやんなよ、バンバンバンとか。決まって。決まったの、ね、何になったの。カメ。カメミシッピー、ミドリガメ。あ、種類どうでもいいわ。カメ、え、じゃあお前犬じゃなくてカメになっちゃったの。そう。でもカメじゃダメだろ、お前。番犬になんねえじゃねえかよ。でもカメも可愛いからこれでいいかなと思って。はあ、やっぱり可愛いの欲しがってました。やだした。どうもーどうも。漫才はつかみキャッツです。よろしくお願いします。じゃあなんかやれよ、お前。つかねえよ、お前。分かった音とかぶっとったし。分かってはいるからね。え、分かってはいるんだな。じゃあやってくださいね。まあいきなりなんですけどね、人ってね、一つや二つ武勇伝ってあるじゃないですか。 ありますよ、そんなもん、うん、僕なんかで言ったらね、中学校の頃にね、校舎に変質者入ってきて。マジで？うん、それを俺が撃退してとっ捕まえたって。すげえな。もうその日から学校のヒーローでございます。いや、それはもう人気出るわ。人気ですよ、もうそれ。その翌日にさ、うんこ漏らしたんだよ。なんでや。なんでそうなんの。あ、漏らしといたんじゃなかった。漏らしといたって何？え、人気出すぎたから、うん、漏らしといたんじゃない。バランス取ろうとしてないよ、俺、別に。あ、違う。うんこ漏らしてバランス取るとかないから。あ、そういう風に。マイナスの方がでかい気がするし。あ、そのまま人気で卒業してったっていうの。あ、じゃあそれで言ったらね、俺もあるわ、VTR。ある？こういうの。うん、もう聞かせて、ちょっと。俺、喧嘩っ早かったからさ、ほう、もう電車とかで、他校の中学生とか見かけたら、もうつかみかかって、ボコボコにして、カツアゲ。カツアゲ。カツアゲ。おお、まあまあ多感な時期ですかね、中学校ってね。そうなのよ、もう街でね、うん、もうちょっと目があっただけで、うん、もうぶっちんくるから。うわ、カツアゲ。カツアゲ。もう2秒目があったらカツアゲ。カツアゲ。おお、出会って2秒で即カツアゲ。アダルトビデオみたいになってる、お前。ちょっともうカツアゲ、カツアゲ、カツアゲ、カツアゲ。すごいな、お前。そんな中学校の子悪かったん、お前。先週の話。先週なん、これ。先週の話、これ。いやいや、俺の武勇伝だから、これ。いやいやいや、ダサいやん。先週に大人になって中学生活躍してる、カツアゲしてるって。いや、まあ、ちょっとお金なかったから。ダメだろ、お前。いや、簡単に取れるの。理由もダサいって、それ。昔やるから武勇伝やん。あ、じゃあ他のもあるわ。ある。ちょっと聞いて。昔のやつをね、うん、尾崎豊に憧れてたんで。あ、みんな昔は憧れますよね。盗んだバイクで、うん、走って今日ここまで来たんで。あ、今日来ちゃったん。今日来ちゃったらまずいやん、だから。もうこれ武勇伝。返してこいで、武勇伝じゃないの。なんだよ、お前。いやいや、昔やってるからかっこいい。今やったらダサいよ、それ。武勇伝なんかね、大人になってきたらダサいから。いやいや、ある、かっこいいのあるから。あんの？高校時代の話ですけども、うん、バンドやってたんですよ、僕。ダセーな。ダサくねえだろ、お前。それは音楽やってる人いっぱいいるんだろうか。え、いや、バンドやっててね、路上ライブとかやってたんですよ。路上ライブね。それでまあ最初はもう0人ですよ。お客さん、お客さんで見てくれる人なんて、はいはいはい、それでまあいろいろあって、なんかメンバーの脱退とかもありましたよ。一人洗脳されて2人亡くなったんですよね。X ジャパンか、それ、お前。そんな大層なもんじゃないのよ、俺は。で、まあいろいろあって最後解散すると。で、解散ライブやった時に最後ね、ゼロだったお客さんが300人来たの。あ、すげえな、お前。これが俺の武勇伝。すごいでしょ、これ。え、その翌日にうんこ漏らしたの、うん、漏らしてねえって。だからなんなん、そのシステムは。漏らしといたんだっけ。漏らしといてないの、俺。人気出すぎたから漏らしといたんだよ。漏らしといてないの、俺は。その発想ない、俺には。そういうのか。そういうのね。そういう話ないの。あ、だったらね、俺もう一個あります。ありますよ、お願いしますよ。ね、うん、実家の近所にね、潰れかけの銭湯があったんですよ。おお、いいよ。で、俺ね、ちょっと母ちゃんとね、銭湯よく行ってて。で、その時女風呂入ってね。あ、まあ、そういう時期もありますよね。そうそうそう。かわいいかわいいっつって、もう、めちゃめちゃ人気だった、地元で。ああ、そう。で、その潰れかけだったんだけど、俺がね、もう可愛くて人気があるから、お客さんがいっぱい来るようになって、経営がこう立ち直った。すげえじゃん。これはもう武勇伝。マスコットキャラみたいになって。そうなの。すごい、それは武勇伝です。もうめちゃめちゃ話が。すごいすごいすごい。あら、今日も来たの。うん。あら、大きくなったね。うん。今度ライブ見に行くね。最近じゃね、それ、お前。なあ、ライブ見に行くって言ってるやん。チケット15,000円。高いわ、おい。そんなライブ出てねえだろ、お前。
いや漫才やってたら最近だからさ。最近か、最近女風呂入んなお前。あ、犯罪だよ。犯罪か俺。かっこいいのないんかいって。だから中学校ぐらいの時になんかないのっていう話、昔の話聞かせて。ちゃんと中学生の時は一回最後ビシッとお願いします。あの中1の時にね、あの中3の不良の先輩と付き合ってたわ。お前中学校の頃女子か。おいもういいわ。面白かったですね。面白かったね。前半も盛り上がりましたけど、さすが後半組で、うん、ね、ね、すごい盛り上がったんじゃない。早速呼んでいこうかなと思うんですけど。はい、はい、もういいですよ。はい、2回目する。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、居酒屋じゃない。居酒屋じゃない。ちょっといいですか。早速なんですけど、ちょっと言いたいことはね。あら、なんじゃなんじゃ。誰？あ、そうだね。ちょっと前回ね、なんかスーパーだかなんだかにいつもいますって言ってたの。あ、言ってた。うん、俺じゃねえわ。この前なんか行ったのに、あれいなくない？あれ？なるほどね。あ、なるほどね。これは確かにね、問題あるよ。これはもう敵作ってるね。なるほどね。これは今ちゃん、これはご立腹するわ。うん、そうそうそうね。嘘ついてるもん。いや、マジな話で言っていいですか。いや、まだまだね、この怒りを。そう。池袋のスリッパにハマってましたよ。移転したわけね。移転したわけか。移転したわけか。移転したわけか。それが自由やん。すいません、今先に先下通りやったけど、今、次池袋で、オッケーオッケー。すいません、だから次池袋行こう。そうそう、池袋、ちょっとメンバー連れて行こう。楽しみにしてますので、池袋でやることぜひお願いしますね。シュルンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。またお願いします。なんかこう、趣味がいろいろあるやつ。そうだね。スタートで3分ずつ呼び出すわ。じゃあ今ちゃん頑張って。よくないの出てきた。よくないの出てきたよ。じゃあ一つお前の話を。ええわ。コロナの原因はもう武漢の人。誰がや。誰が俺みたいになってるから。ありがとうございました。ありがとうございました。だから最後はキャッツで締めちゃったからね。いやもうね、やりたいっすね。やっぱねカツアゲの顔がもう積もっちゃって、ダメだ、夢に出る。一発見せたとえ、もう最後にカツアゲ。この顔で、この顔のカツアゲ。カツアゲっぽくないもん。やる側じゃない、やられる側になっちゃう顔は。さっき見てた時に、うん、風天さんがなんかバレンタインの話してたじゃないですか。まあ、してた、ね、してた、してた。これお前コロナのせいでもらえなかったみたいな。そうそうそう。去年じゃ何個もらったんや。おうおう、ゼロ。ゼロやないかい。チラって見るのやめてください。ゼロやないかい。みたいな。めっちゃ見てくるんですよ。引っ込んだら。いやいや、なんかね、やっぱ手応えを僕で感じるの。見るのやめてくださいって。だってなんか微笑んでる。クロちゃん見たいやん。クロちゃん見たいやん。サッツ見たいやん。今シュルに見せてました。どっちかわからなくなるか。普通に見せてましたよね。そうそう、要は間違いですけど。だからその反応がね、やっぱ気になるのよ。お方の。いつまでマスクつけとんだお前。大丈夫だよこの人。あ、大丈夫。大丈夫な人だよ。いや、ごめん、あのそこまではっきり言われると自信がない。怖いわそれ。そうそう。大丈夫や。ありがとうございました。いや嬉しいですね。さすがですね。来月もね。もちろんですよ。もちろん取りで。そうそうそう。だってあの今月のこの番組で多分次出ない確率高いの、あのあれでしょ、6万ぐらいでしょ。優しい。今回出て。優しい。6万は多分ちょっとあれなの。あれなのか。そうそう。6万見たいですよまだ。6万面白かったです。面白かった。あと水蓮ぐらいでしょ、次出ない。スイパーが言ってたから。スイパーは個人的にエマに嘘ついたから。エマに嘘ついていかないと。ちょっとね、言わせてもらうと。そうそうそう、やっぱ立てていかんと、いないと。さあね、来月の通りでお願いします。ありがとうございました。はい、で、終わりですか。ということで、でも終わりますね。ということで、これ前回と同じ流れだ。いや、ちょっとね、今日はね、あの前回のメンバーがちょっとね。そうですよ、一人負傷中で、一人休日出勤でちょっと来れなかったの。何それ、そんな。っていうことは出勤代わり、俺いらんやろ、いらんやろ。いやー、臭いよ。じゃあ俺がさえちゃんの代わりやればいい。いやいや、ならないよ。代わりにならないよ。失礼すぎる。マキちゃんいけば。いやいや、あ、いけるかも。いや、絵面汚すぎ。絵面汚いって。3人ともみんな可愛いんだから。いや、バカにしてるやん。だから、ちょっと今日は一人で歌おうかなって思って。ちょっと前回さ、ちょっとなんか激しかったから、今回おとなしめでちょっとバラードとか。あ、バラード。ちょっとね、決めてみようかなって。でも、絵巻って
ダンスのなんかイメージがあるからバラードのイメージなんかちょっと意外とバラードとかね歌えるんです。ちょっとマイク取ってもいいかな。はい、じゃあちょっとマイクだね。ということで、はい、じゃあ僕ら履けますんで見せていこうかなと。じゃあバラードお願いします。バラードお願いします。マキさんのバラ、マキさんのバラードお願いします。一応ねこれもオリジナル楽曲なんで。バラード入ります。えなきが歌います。お願いします。ということでね、はい、オリジナル楽曲、はい、黒白っていう曲になります。お願いします。今苦しくても目を塞ぎたくてもいつもどこかでは信じてた。嘘つき心も弱かった自分ももうわからないかな。していたはずの気持ちになぜか涙止まらなくなる。そっと大丈夫胸を撫でる。また自分で蓋を閉めてる。誰かに頼ること怖くなって気づけば笑い方さえもわからなくなる。この星に生まれた意味は何ですか。幸せになってはいけませんか。もしまた苦しくて泣きたくなった夜は一人で泣くのね。大丈夫大丈夫言い聞かせた。苦しくて逃げたくて目を閉じた。大丈夫大丈夫嘘をつく。私には何もないの一人ごっこ。止まらない流れる時間が私だけを取り残してく。もしもこの世界で私が消えても何もなかったかのように人は笑うでしょう。はあ、かけてく心気づかぬまま嘘つき言葉で目をそらす。お願いお願い気づかないで。お願いお願い助けて。ごめんね天の弱で。ずっと我慢してただけど大丈夫。泣かないことにも慣れたから。私の言葉が人を傷つけるならもう消してしまうから。笑ってたかった。未来が欲しかった。誰よりも強い体で今までありがとう。たくさんの思い出がこの手にあるから。大丈夫大丈夫私なら。大丈夫大丈夫強くあれる。大丈夫大丈夫これからも心から笑える日が続きますように。
ありがとうございます。いや、いい歌でした。いや、よかったね。なんかあのサビの部分をね、大丈夫、いや、何言う、大丈夫、いや、でもね、歌ってる時にそこでサトシの顔がそこの鏡にずっと見えるから、もうずっとそれ大丈夫じゃないですめっちゃ泣きそうな顔してる。いや、いい歌だった。これはどういう気持ちで作ったんですか。いやー、あれですね、うん、歌詞がまた歌詞が、あの、一個も合ってないし、うん、あ、そうなの、はい、間違えて、全然分からなかったですよね。なので、やっぱね、さっき言った通り、まあ、いろいろ入院とかいろいろ経た上で、もともとはこれ、まあ、一人じゃないよって、まあ、隣にいるから一人で泣かないで、うん、痛みも苦しみも分けてみたいな曲なんですけど、うん、なんかちょっと、久々にみんなに会って、うん、ちょっと、なんかうるってきた、うるってきちゃって、なんかめっちゃいいこと言ってるやん。いや、だから、あの、いや、なんか想像してたよりも、いい歌すぎて、ちょっと俺もやられちゃった。最初ニヤニヤして聞いてたのも切ない顔してるから、本当大丈夫とか気持ちがわかるからさ、もう大丈夫って言うために、いや、いや、それはね、やっぱ心に響くよ。なんかね、みんな歌いながらやっぱ見るわけよ。みんな一人一人見たんだけど、ちょっと後半ぐるっときちゃって、声が途中やばかった。かる、あ、これでも泣いてるの恥ずかしいな。すみね。いやー、でもこれ売れるんじゃない、もしかすると。でも途中ニヤニヤしてた時、歌詞飛んでるんでしょうか。え、多分その途中ニヤついてたのは俺ちょっと変顔してた時間があったから。マジでやめてもらって。で、いい歌すぎて変顔やめたんだよ。あの、これやっちゃダメだなと思って。いや、今日の歌はその久々にまあみんなに会ってっていうので、うん、ちょっと自分の気持ちをそのまま歌ってみました。いろいろ乗り越えて今日番組出てるから ね、 ね、そうなんですよね、仲間に会えてね、この1ヶ月でね、まあ、いろいろあってね。今日の歌詞はもう本当に自分の気持ちを、今の気持ちをそのまま歌ってって感じですね。いや、ちょっとガチでこれさ、CD 化して売ったら、いや、本当の歌詞違うの。いや、それは今聞いたから直せよ。いや、もっといい曲なんで。直せよ。自分で作ってるからさ、自分で決めていいと思うんだよね。ぐちゃぐちゃの歌詞そのまま売るわけいかないよ。いいと思うんだよね。いやー、良かったです、うん、ありがとう、まあ、大丈夫大丈夫大丈夫ね、僕ちょっと歌いたくなりましたよね、カラオケで。あ、でもカラオケ配信はされます。じゃあ歌います、6月からされますので。じゃあされたら歌わせていただくので、はい、お願いします。さあ、じゃあもう終わりですか。終わりですか。早くも40秒で、あと40秒か。40秒もあるな。あ、珍しいよね、いつもバタ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 。だから俺らの番組あんま急がんでよかったんや。いや、だって直前で、ま、巻いてって言われるから。ありがとう、2人とも。そうでしょ、頑張ったよ俺。もうボロボロよ。途中からあのスピード気にしすぎてセリフとか何言ってんねんっていう。今日悲惨やぞ、見直した。見たくないわ、あれ。まあ、なるよ。来月も、ちょっと日付が出ないんですけど、はい、第3土曜日。そうですね。の時間がまあどうなるかなって感じだけど、まあ、今度はね、今度こそお客さん入れなくたらいい。お客さん入れとかやっぱこっちもマジでやっぱお客さん入れないと反応が分かんないから、はい、後で聞くから、はい